い、エルカチャンネルのショーでーす。はい、今回の動画なんですけど、この間購入しましたエープマンのアクションカメラです。これがですね、ドライブレコーダーとして使えるってことなので、ちょっとやってみたいなと。というのもですね、この間とつけましたドライブレコーダーが古いやつで、今つけてるレーダー探知機にくっつけるためにあえて探してからちょっと買ったんですけど、画質がですね、あんまりよろしくなかったんですよ。映ってるのは映ってるんですけど、残念な感じで、そうですね、お世辞にも綺麗とは言えなかったですね。やっぱり年数が経ってますので、その当時のやつと今では全然やっぱ違いますね。なのでちょっとですね、こちらでやってみて、どんなもんか比べてみたいと思います。まあ比べる材料がちょっと違うんですけどね。まあやってみましょう。そしたらこちらですね、エープマンの A80 ってやつなんですけど、ただちょっと準備が足りなくて、イメージドライブレコーダーってフロントガラスのところにこう上についてるじゃないですか。なんですけど、ドライブレコーダーとして使うための、要は線ですね、ケーブルが最初から入ってたやつだけしか今ないので、ちょっと長さが足りないんですよ。なので今回は、フロントガラスではなくて、ダッシュボードのところにちょっと、まあ、そのケーブルが届く範囲のところでちょっとやってみようかなと思います。うまくいけばケーブルをちゃんとした長さの分を用意して、フロントガラスの方に固定したいなと思います。設定がちょっとあるみたいなんですよ。これを詳しく説明されている方が YouTube の動画にあったので、名前がですね、オラッチャ富山さんって方が紹介してるのが分かりやすかったかな。他にも何人かいたんですけどね、そちらの方の動画をと見てやってみたいと思います。今形もこういうアタッチメントとかはとりあえず形つけてみたんですけど、まあ今見られた通りで、ドライブレコーダーとしては厳しいんじゃないかと。ドライブレコーダーはドライブレコーダーの方でやった方がいいんじゃないかっていう話なんですよね。やっぱり常時充電しっぱなしだし、中にバッテリー入りっぱなしなんで、持たないんじゃないかという話ですね。で、動画の中でもあと言ってたので、バッテリー外してできれば一番いいんですけど、日付がですね、どうしてもリセットされちゃうので、これがですね、日付がリセットされなければバッテリー外してやれるんですけど、もうこれの仕様なんでしょうがないですね。まあでもどうなんでしょうか。まあちょっとやってみたいと思います。じゃあ取り付けてみましょう。じゃあですね、ケーブル自体はもうほんとこんなちょっとした長さなので、もうほんと厳しいんですよね。なので今回はここのですね、このレーダー探知機が角に設置してます。これの後ろあたりにちょっとつけてみようかなと思います。本当だったらですね、この天井にこう、こっちかで、まあつけたいんですけどね。さあ、高度が足りなかったから、飛行機うるさいな。とりあえず今回ここで取り付けてみました。ということで、ちょっとですね、走っていきたいなと思います。さあ、じゃあこの後はですね、この A80 の映像と音声ですね、それでどうかなっていうのを見てみたいなと思います。よし、動きましたね。撮影も始まったかな。ちょっとドライブしてみましょう。あれ、画面が暗くなった。撮ってるのかな。
あ、撮ってはいますね。画面の表示がもしかしたら何分でこう、なんだっけ、消えるようになってるんかな。画面がやっぱちょっと消えちゃうと考えますよね。いろいろ調整はしないといけないのかな。何ですかね、もしこれをドライブレコーダーと、まあ、通常のそのアクションカメラとして何かで撮影していくと、この先踏切です、くそ邪魔しやがって、まあ、その両立させるというかの時に一回一回外さないといけないわけですよ。で、その都度、なんだろう、設定を元に戻してとか、ね、外したりつけたりするときに角度が変わったりすると思うんですよ。乗るたんびにしてたら、ちょっと大変じゃないかなぁなんて思います。帰ってきました。よいしょ。さあどうですかね、撮れてますかね。そこだけが、よいしょ、あれそこだけじゃないけどね、まあ、気になるところではありますね、いろいろと。さあそしたらですね、今回はもうこのままさよならしたいと思います。俺にかかってこい。